形こきてやんの風船ガムのやつだらけてるよな。まったくでもよ、うちの兄貴が言ってたけどさ、昔はすげえ熱血感だったらしいぜ。あれでもへえ、校長と廊下で怒鳴り合ったりさ。やるじゃん。ねえねえ、独身あいつ。そうでしょ、子供いるって顔じゃないじゃない。日本にも原爆を作った男がいた。今世界で原子爆弾を持っている国は8つ。俺は9番目の男だから、俺の名は9番。俺は太陽を盗んだ男、日本列島を取る。タイトルマッチのゴングは鳴った。負け続ける刑事に訪れた一度だけのチャンス。50億、100億。俺の欲しいのは金じゃない。日本列島を俺の夢でうずめるのだ。プルトニウムのくれた夢、神と悪魔の境目に向かって俺は飛ぶ。